銀梅花は、太もも花の人重型の俗銀梅花族の常緑低木。地中海沿岸原産。英語で、マートル。ドイツ語ではミュルテ。俗名から、ミルトスとも呼ぶ。花が、結婚式などの飾りによく使われるので、祝いの木とも言う。別名、銀行梅、銀行木、祝いの木。夏に白い五弁の花をつけ、湯水が多く目立つ。果実は、 エ化キカで、晩秋に、国子食に熟し食べられる。葉は、もむと、ユーカリに似た強い方向を放つことから、マートルというので、ハーブとしても流通していることもある。主に流通している品種は、葉に白いフクリ林がある、不入り品種のバリエ型、枝葉の細かいヒメギンバイカなど、サルデーニャとコルシカ島では、果実や葉を用いて、ミルトというリキュールを作る。古代ローマにおいては、 胡椒が発見される以前は、胡椒の地位を占めており、油と酒の両方が作られていたと言われる。シュメールでは法上と愛と美と生と戦争の女神、イナンナの聖花とされた。古代ギリシアでは法上の女神デメーテールと愛と美と聖の女神アプロディーテイに捧げる花とされた。古代ローマでは、愛と美の女神はエノスに捧げる花とされ、結婚式に用いられるほか、 ウェヌスを祀るウェネラリア祭りでは女性たちが銀梅花の花冠を頭にかぶって公共浴場で入浴した。その後も結婚式などの祝い事に使われ愛や不死、純潔を象徴するともされて花嫁のブーケに使われる。ユダヤ教ではハダスと呼びカリアンの祭りで新年初めての幸運を祈願する儀式に用いる四種の植物の一つとされる。 ユダヤ教の神秘学カバラでは男性原理を表すとされ、親友科に入る花婿に銀梅花の枝を与えることがあった。生命の木の第六のセフィラであるティファレトやエデンの園とその香りの象徴ともされる。ありがとうございます。